宇宙世紀00079、12月2日。この日、南米の連邦軍本部ジャブローより多数の宇宙艦艇が打ち上げられた。その目的は星1号作戦。オデッサ、ジャブローと地上での勝利を重ね、ジオンの地上勢力を壊滅させた連邦軍が制中権を回復すべくついに動き出したのである。激戦をくぐり抜けてきたホワイトベース隊こと第13独立部隊もまた作戦の先達として宇宙へと上がるのだった。この打ち上げを機に連邦軍はグラナダとア・バオアクーを結ぶジオン軍の絶対防衛ライン、宇宙要塞ソロモンへ進攻を開始。この連邦軍の動きを察知したソロモン司令ドズルザビ中将は兄ギレンザビに対し援軍を要請していた。兄貴、連邦はソロモンに速攻をかけてくる可能性が高い。一刻も早く防衛の策を。案ずるなドズル。キシリア、ニュータイプを投入する手立てはついているのだろう。無論です。グラナダからの増援も可能な限り出しましょう。グラナダじゃない、アバオアクーだよ。アバオアクーの戦力を今すぐ振り向けてくれれば間に合う。振り向けるよ。出撃準備をさせている。それよりもだ、ビグザムを送っておいたはずだ。ビグザム一気で 2,3 個師団の戦力になる。戦いは数だよ兄貴。偉そうにふんぞり返る前に勝つための手立てをしているよ。父のデギンが頑固すぎるので手間取ったが、策は講じた。増援も出しているのだ。あとは命令書通り作戦を遂行すればいいのだよ。ドズル、キシリアもな。はい、兄上も。ドズル、支えてくれればジオンは勝つよ。ふん、ソロモンに落ちろというのか。彼らの意見はすれ違い、それぞれの思惑の違いから生じたザビ家内部の溝は確実に深まっていた。そして宇宙世紀00079、12月24日、連邦軍による星1号作戦の第一段階、チェンバロー作戦の幕が開ける。ルーム戦役の敗北から長きにわたる沈黙を破り、連邦軍の反撃が今、ソロモンから始まるのだった。
焦点軸戦場のモビルスーツは退避、警備部隊のモビルスーツは防炎フィルターを用意。目標ソロモン右翼スペースゲート。ミラー焦点合わせ。照射します。
このビグザムがそこらのモビルスーツと違うところを見せてやる。だがモビルスーツにこのビグザムはやらせません。こいつ一体何者なんだ。うかつなやつめ。そこちぃ、こちらに狙いをつけさせないつもりか。逃がすものか。道連れに一人でも多く地獄に引きずり込んでやるわ。この俺を相手にその度胸だけは褒めてやる。このくらい。うかつなやつめ。そこ、この程度の敵なら落ちろ。せはせんぞ。貴様ごときモビルスーツにジオンの栄光はやらせはせん。な、何者なんだ。ニュータイプ。人はそれを人類の核心だという。敵同士であるアムロレイとララースン、二人が導かれ出会ったことはニュータイプの宿命だったのか。ララならなぜ戦う。シャアを傷つけるから。そのあなたの力が示している。あなたを倒さねばシャアが死ぬ。あなたの来るのが遅すぎたのよ。遅すぎた。なぜ今になって現れたの。なぜあなたはこんなにも戦えるの。あなたには守るべき人も守るべきものもないというのに。守るべきものがない。私には見える。あなたにはふるさともなければ家族もないわ。人を愛してもいない。守るべきものがなくて戦ってはいけないのか。それは不自然なのよ。ではララーは何だ。私を救ってくれた人のために私は戦っているわ。それだけのために。
それは人の生きるための真理よ。ではこの僕たちの出会いは何なんだ。なぜなど、なぜ遅れて私はあなたに出会ったのかしら。出会えば分かり合えるのに、なぜこういうふうにしか会えないのかしら。だが惹かれ合う二人の出会いは悲劇を生んだ。二人の仲を切り裂くかのように現実の戦いへと呼び戻したシャアをかばい、ララはアムロの刃の前に散ってしまう。ララ！人は変わっていくわ。私たちと同じように。アムロは本当に信じて。信じるさ。君とも分かり合えたんだ。人はいつか時間さえ支配することができるさ。アムロ、時が見える。ララ、取り返しのつかないこと、取り返しのつかないことをしてしまった。今の私にはガンダムは倒せん。ララ、私を導いてくれ。ララを失ったアムロとシャア、しかし戦場は二人に立ち止まる時間を与えない。宇宙世紀00792月30日、レベル将軍の指揮する地球連邦軍艦隊はジオン本国を目指し、宇宙要塞ア・バオア・クーへと集結。ジオン公国総帥ギレン・ザビもまた残された戦力をア・バオア・クーへと集め、交戦の構えを取る。後に一年戦争と呼ばれるこの戦いはついに終局へと向かい動き始めていた。
発電システム異常なし。マイクロウェーブ送電良好。出力8500万ギガワットパーセカンド。発射角調整ダウン012、ライト0032。基本ターゲットゲルドルバ。ソーラレイ稼働5秒前。4321。Thank you.
今や地球連邦軍艦隊の前に出るから。臆病なくらいがちょうどいいのよね。収まりなさい。敵に乗せられるな。確実に仕留めていけ。援護をお願いします。一斉攻撃開始。各機展開を急がせろ。迂闊な奴め。そこ、この感触いける。いただき。シミュレーション通りにやればできるはず。各位援護してくれ。逃がすかよ。敵を近づけるな。攻撃準備急げ。敵に対し一斉射撃だ。幹部に異常発生。僕だってやれるんだ。行くぞ。なぜララを巻き込んだ。ララは戦いをする人ではなかった。貴様に何がわかる。ジー、こちらに狙いをつけさせないつもりか。いただき。ガンダムのパイロット、アムロと言ったな。どうする？あのニュータイプに打ち勝つ方法は？ララ、教えてくれ。シャア！違うか？ガンダム！
戦争がなければララーのニュータイプへの目覚めはなかった。それは理屈だ。しかし正しいものの見方だ。貴様は自分がいかに危険な人間か分かっていない。素直にニュータイプのありようを示しすぎた。だから何だと言うんだ。人は流れに乗ればいい。だから貴様を殺す。本当の敵はザビ家ではないのか。私にとっては違うな。わかるか。ここに誘い込んだわけを。ニュータイプでも体を使うことは普通の人と同じだと思ったからだ。体を使う技はニュータイプといえども訓練をしなければな。そんな理屈。今ララが言った。ニュータイプは殺し合う道具ではないって。今という時では人はニュータイプを殺し合う道具にしか使えん。ララは死にゆく運命だったのだ。貴様だってニュータイプだろうに。Thank you.
殺し合うのがニュータイプじゃないでしょ。アムロとはいつでも遊べるから。激戦の末ついに陥落したア・バオア区。もはや連邦軍を先導する指揮者はおらず、ジオンを指揮するザビ家もことごとくその命を絶った。ザビ家の独裁による支配を絶ったジオン政府はダルシア・バハロ首相によって共和制へと移行。ジオン共和国とその名を変え、地球連邦政府との和平への道を歩み始める。連邦とジオン双方ともに多くの命を失ったこの戦争、その終結にどのような意味があったのか。しかしそれは激戦を戦い抜いてきた戦士たちにとって関係のないことなのかもしれない。まだ僕には帰れるところがあるんだ。こんなに嬉しいことはない。分かってくれるよね。ララーにはいつでも会いに行けるから。今はただ安息を求める心だけを胸に、戦士たちは帰途へと着いた。そして宇宙世紀00801月1日、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が結ばれた。